市のすべての市民に4000円分のデジタル振興券を配布する取り組みが今日から始まりました。須崎市に住民票がある市民を対象に、高知信用金庫が提供するデジタル地域通貨ジモッピーのアプリから1人4000円分のデジタル振興券を配布します。須崎市がデジタルの振興券を発行するのは今回が初めて。市内の各世帯に郵送された二次元バーコードをスマートフォンのアプリ上で読み取るとデジタル振興券が使えるようになります。物価高騰対策と合わせて地域のデジタル化の基盤づくりが狙いです。デジタルを今後入れていきたい、それにはやっぱり一番身近なスマートフォンをですね、いかに普及させていくかと、高齢化であるけれども住民の皆さんの力を引き出していくような使い方ができるのではないかなというふうに思っております。1回こう登録していただいたら、その先にあの便利な世界が広がってますし、ぜひご協力いただいて、あのデジタル通貨あるいはデジタル振興券をぜひ1回お試しいただいたら嬉しく思います。デジタル振興券の受け取り期間は12月末まで、利用期間は来年1月31日までです。